で次のゲームですが、ダックテイルズ2ということで、同じタイトル あのテレビアニメ、まあ、昔あったやつは、なんかワンパクダック夢冒険みたいなのディズニーのアニメですね。あのディズニー系の、あのドナルドダックのおじさんのスクルージマクダックという世界一金持ちのアヒルさんが、まあ、いろんなところを冒険するみたいなゲームになります。アクションゲームですね。横スクロールアクションゲーム。そう、あのステキ持ってね、ぴょんぴょん飛び跳ねるんですね。スクルージがぴょんぴょん飛ぶんですよ。まあ、その他にもあのいろんなキャラクターが登場もしたりしてね、まあ割と王道型のアクションゲームですね。そうですね、あの遺跡の財宝を探したりっていう、だからあのよくあるのはマリオシステムではないですね。あの誰かがさらわれたぞみたいな、またお前いつもお前さらわれてんなみたいな、あのやつではないので、こうなんていうか夢がある、自分からこう、しかもね世界一の金持ちなのに、こうなんか遺跡の、ね、誰も見たようなことがない宝物みたいなものにロマンを求めて冒険するっていう、ポジティブなゲームです。誰かがなんか さらわれて助けなきゃいけないなど、動機がネガティブじゃないですから。このゲームも特に壁抜けたりはしないですね。一応グッドエンディングみたいなやつがあって、まあ、いわゆるあの謎解きじゃないですけども、遺跡の財宝みたいなやつがあってあるので、そのステージの中に、隠し地図のかけらみたいなやつがあるんですよ。でそれを集めると、あの隠された宝物が手に入って、それを持ってクリアするとグッドエンディングみたいなやつがありまして、なのでRTA としてはそのエニーパーセントをグッドエンディングっていうカテゴリーがまた別途ありますね。これはエニーパーセントなので、それなしでもいいよっていう。そう、まあディズニーのアニメだからね、その ドナルドダック的な、まあドナルドダックもそうですけれども、まあ、いわゆる あの辺の 家系というか、一家というか、関係者というか、そういうキャラクターがいろいろ出てくると。はい。なので、まあ、そうですね。クリアだけとりあえず目指すっていう。だから、クリアしたときに、あれ、他にもなんか あったよねみたいな終わり方をするんですけれども。あ、で、これ、そう、日本語版なので、まあ、ちょっと途中途中のメッセージは多分読み切れないと思うんですけど、一応、ステージ選択するときにね、あの、ここには何があるらしいぜ、みたいな話があるんですけれども。そうですね、まあ、私も正直あんまり ディズニーに詳しくないから、あ、こんなやつあったんだって解説にするにあたって調べているときにようやく理解しているっていう、こんなキャラクターいるんだって。でこのダックテイルズはアニメがこの2017年ですかね、2年前に放送開始されて、日本ではその翌年ですかね、2018年に吹き替えで放送されているようです。私やったことあるディズニーのゲームはあれですね、あのミッキーのマジカルアドベンチャー、あれはやりました。あれ1だけですけど、あれ結構好きなんですよ、カプコンのやつ。またえらく懐かしいゲームを出しましたねというか、あれの解説をしましたけど、何の時だったか忘れちゃいましたけど、ダッ
やべえ、俺も覚えてないけど、ありましたね、確かに。あったあったあった。AGDQ だわ。AGDQ2019。あれすごいっす。カプコンなので、なんて言うんだろう。子供向けの、ライト層向けの魔界村みたいな感じなんですよ。雰囲気が完全に。で、ミッキーたちのキャラクターを使って、やるアクションゲームみたいな。そう、消防士とかに着替えたり、あの魔法使いとかになったりしてね。着替えたりしてで、それに応じた能力を使って、ステージのギミックを突破していくっていう。地震大丈夫でしょうかね。ちょっとどこの地域かは分かりませんが。あ、そうですね。魔法使いとその消防士とクライマーっていう3つの能力があって。$10 from Mel 48. Anything I can do to help. GDQs are always entertaining. Paying it forward. I just have a nice $100 donation from Anonymous. No comment, but $100. Hey guys, that's pretty good. これぐらいですかね。ディズニーで知ってるといえば。まあ、あれもあれでストーリー的にはね、あのプルートがいなくなったから探しに行きましょうみたいなストーリーでしたけど、まあ、どうしてもね、その辺が王道になっちゃうからね。まああとあれじゃないですか。はい、ホームランダイビーあれね、あのちゃんと移植したらしいですかね。移植というか、あのフラッシュが終わっちゃうからできなくなるんじゃないかっていう。そうそう、あの03.html kids.yahoo.co.jp スラッシュなんだっけ、スポーツのスラッシュなんでそこまで覚えてるんですかだって RTA ジャパンで言ってたもん。まあまあそうですね、あの伝説のあのあ、そう、ゲームズドット、ゲームズスラッシュが入るの。ごめん。なんで URL 貼れるのこれ。モデレーターだからですね。あ、モデレーター、あ、そっかそっか。はい。皆さん、暇な時間に遊んでみてください。その暇な時間が全て潰れるかもしれませんが。子供用なのに子供用じゃないっていう、ね。子供用ですか。ね、RTA ジャパン3だとあのレース形式とか言ってね、ただ私たちはレース形式だと思ってません、どっちかクリアできればいいと思ってますみたいなその結果2人ともクリアできないっていう、あれは本当最高でしたね。いやでも本当ね、 それぐらいでいいと思いますよ。別に RTA っつってもね、もちろんねクリアしていい記録が出ましたっていうのもありますけれども、まあ遊び方の一つですからね、あくまでいろんな遊び方がありますから。親の仇ですね、ロビーは。だからあの宣伝になっちゃいますけど、まあ私もよく出入りしているそのピアキャストっていう配信のコミュニティでは、年一でね、いつぐらいでしたっけね、正月とかでしたっけね、プーさんのホームランダービー RTA イベントがありまして、同時参加者30人ぐらいでね、あの打ち死にしていくというプリーグ開幕みたいな。そのイベントに30人集まったことに私はびっくりしたんですけどそう、まあピアキャットとその専用のソフトを入れないといけないから、もうね、どんどんとね、こういう手軽に配信できる Twitch とか YouTube とかができてくるとね、そっちの方が当然人口も多いのでどんどん人少なくなっちゃってます。限界集落と言われてますけれども、それでもまだね、こう頭のおかしい奴らが私を含めて細々とやっております。
か割と RTN ジャパンの方にもね、そちら界隈の人とかは結構 RTN のプレイヤーとしてね、出ておりますね。だからまあ、プニキもそれですし、内藤もそうだし、アンキモもそうだし、あの辺はそのピアキャスト界隈の、まあ、奇祭という、あの、奇妙な祭りで奇祭ね、と言われたイベントを持ってきたっていう。そういう経緯があります。そうですね、将棋はアクションゲームですからね。All the hype for these puns. I have $20 here from Mr. Game and Shout. I've been up since 3:30 this morning with a fussy seven-week-old. ちなみに今これチャットになんかサブスクのログが流れてるんですけれども、この日本語リストリームのチャンネルは特にそのサブスクしても、あの運営の中さん曰く、どうしたらいいか分かんないから困る、逆に困るみたいな感じのことを言っていた気がしますので、あ、はい、その通りでですね、本当あのどうしていいのか分からないので、ぜひともですね GDQ の本家もしくはあのスタンプ欲しい人はあの RT in Japan の方お願いします、はい、あ、まあ、そうですね、 RT in Japan の方とかそっちの方でお願いします、はい、ということで、ダックテイルズ、これまあ日本語版なので英語版もあるようなんですけれども、多分ねメッセージの表示とかの関係でね、まあ、よくある文字表示文字数の都合とかでこっちの方が、あ、でこれ難易度も選べるんですけれども、これは特に規定がないのでイージーで、スピードランコムの方にも特にそのイージーノーマルとかでカテゴリー分かれてなかったので、はい、じゃあ始まりました。まず最初のステージは、ナイアガラですね。あ、ナイアガラから始めるんだ。私見てた記録の動画だと攻略順違うんですけれども、まあ、順不動なのかもしれないね。はい、グッドラックです、ね。まあ、こんな感じでこのスクルージ・マクダックというおっちゃんが冒険に出ます。この杖がすごいね、まあ、万能なんですよね。杖があればジャンプもできるし、ブロックも壊せるしっていう、万能の杖ですね。でこう途中途中にこの関係者というか、このファミリーの人とか、あとこの人は、このスクルージが雇っているなんか発明家みたいな、でいろんなキャラクターが出てきます。こうやってステッキなので、トゲの床も大丈夫と。これはですね、ロックマンにはできないゲームですね。今ここにいるのがね、さっきあのステージ選択画面にも出てきてたランチパッドマクワックっていう、まあ、この人に雇われてる運転手みたいな飛行機の操縦士なんですけども、なんかいろんな乗り物運転できるようで、まあこの冒険の旅の運転手相方みたいな感じですね。はい、でまあ、ステージは一応自由選択なのでいろいろいけるんですけれども、ちょっと私見てた記録の動画だと順番違うんですが、今これはナイアガラっていう滝のステージで、ここにはあ落ちちゃいましたね、ここには1000年に一度しか咲かないクリスタルフラワーというものが手に入る。あ、ここも落ちちゃいます。結構ね足場のタイミング難しいんですよ。鳥もね結構いやらしいタイミングで出てくるんでね、ちょっと待たないと次の足場に行くことができないので、今だからピタッて止まったのはその位置調整ですね。あそこそのまま多分行くと
鳥に当たっちゃうから。Actually, you just referenced something new to DuckTales 2 from the first game. Is there's a shop now that you can buy items from? で、このステージ始めるときに、さっき言ったそのクリスタルフラワーはフリントハートも狙ってるらしいので気をつけろみたいな話が出てるんですけど、あ、ちょっと待ってください、ボス戦ですけど。このなんか火の精霊みたいなもん。こいつはまあ、ある程度決まった移動するので踏みつけるだけで。そしたら、クリスタルフラワーゲットで、あの左上にあの100万って出てきましたけれども。まあこの宝が全部100万の100万ドルの価値があるらしいですね。それだけあればそれでいいじゃねえかっていう。あ、でステージが終わるとアイテムショップでいろいろ物を買うことができます。ちなみにね、今一瞬しか出てなかったんですけれども、アイテムショップのラインナップはケーキ15万ドル、金庫5万ドル、スクルージ人形、これは何だろう、多分ワンナップかな、80万ドル、コンティニューボックス50万ドル、HP アップ75万ドルということでね、非常にインフレが激しい世界ですね。100万ドル取ったからもうこれで働かず楽して暮らせるのではなく、非常にインフレした世界なので、ケーキが15万ドルですからね、だいぶぼったくられてます、ね、はい。で次に選んだステージは、少々お待ちください。バミューダか、バミューダ海峡ということで、海のステージ海とか船のステージ。あ、でさっきイーソビレージだったの。あ、でこれ、あ、で地図取るんだ。これトゥルクリアの方に変わったのかね、あのカテゴリーの方。さっき言ってたそのエニーパーセントの、ただのエニーパーセントとあとグッドエンディングの2つがあるんですけど、ごめんなさい、そこの方を調べてませんでした。ちょっと失礼しました。Whenever I go back and play the first DuckTales, I'm just really confused by the controls. Yeah, exact same thing happened to me just recently. I was like, さっき言いそびれた話で、フリントハートというキャラクターがいまして、まあ、要はあの、こいつのまあライバルキャラじゃないですけど、やられ役みたいな感じですね。バイキンマンみたいな。2番目に、世界で2番目に金持ちな、まあ、こいつが一番なんですけど、いろいろこう、画策するんだけど、毎回負けちゃうみたいな感じの原作の設定になってますね。で、また同じようにボス倒して、人魚の涙を。ゲットということで、はい、これそうですね、地図がの破片が3つ揃ったよって言って、で次のステージはエジプトピラミッドですね。ピラミッドの謎を解き明かして、クフ王のナイフというナイルの秘宝を手に入れると。で、こうあの でっかい宝箱の直前行けると思ったらね、あの実は落とし穴で落ちちゃうっていう。あ、こんな感じのロックマン的な。ギミックが出てきますね。これもちょっとごめんなさい、ヒントあるのかわかんないですけどね。私この地図の破片回収ルートを見ていなかったもんで、通常のプレイだと思ってたから。でこんな風に途中途中結構ね、いろいろファミリーというか。関係者が結構途中途中道中に出てくるんでね、まあ、あそこに今右上にもあの運転手いましたけれども、だから みんなたくましいですね。結構敵もたくさんいる、割と危険なところのような気はするんですけど。はい、でこのステージは、なんか奇妙な魔法を使うスフィンクスというか、
フィンクスではないか、はい、で、クフ王のナイフと。So that's pretty much the perfect pattern to get, or perfect fight with a three cycle. Two hits, one hit, two hit. Alright, this is not the ideal way of doing things, but I'm sure. 古地人形買ったから、まあちょっと一アップとかで安定パターンですね。はい。で次のステージが。This is easy difficulty, so you like can take six hits. And if you're playing difficult with your health maxed out, you have five hits. あ、これか、これスコットランドかな。It is still a necessary upgrade as we're about to see. This is the last driver upgrade. It allows you to pull heavy objects. It's not required for anything, but it just. あ、今こうやって話しかけたりするとね、あの体力回復させてくれたりとか。It's still faster than walking around that. あ、ごめん、謎の島か。失礼。謎の島は、あ、そうかな、そうだね。ここには、水に沈んでしまった神殿で、神秘の力が込められた石板が眠っていますと。これもあれですね、所定の位置に。I have $50 here from Kyle. よけると、こんな感じで浮上して、そうね、こういう隠し通路みたいなのが多いですね。このゲームだと、今みたいにいちいち鎖の上りよりは しなくても大丈夫というシステムですね。This is some optimized gameplay. Pinnacle level design right here. The only thing really to know is that there are some places where you pogo to make it a little bit faster, but you can keep going with the donations. All right, I have $15 from Jackal Time.超惑星戦記メタファイトとかでも出てきましたけども、万能なものがこうたくさんこのエリアは出てきますね、この辺のゲームは。これで地図のかけらと。あ、なるほどね、そのハンマーアダプターが、さっき話しかけてもらっていたハンマーアダプターってやつで、追加で壊せるブロックがあると。The checkpoints in this game, the way they work is that you know, if you die on a boss, you restart on the boss. But also, if you see launchpad, that counts as activating a checkpoint at launchpad. Alright, so this is, in terms of speedrunning this game, the worst boss by far. このゴーレムみたいなやつがボスね。普通に攻撃しつつ、この落としてくるブロックを逆に打ち当てて倒す。自業自得ですね。岩男。Thanks, game. あ、ちょっと今、また落ちてきたブロックに防がれちゃいましたね。はい。で、神秘の石板。SK was trying to keep one rock on screen at all times because if one's on the ground, then HP アップを買いましたね。で、地図の破片は5つと。はい、で、次行くのがスコットランドということで、ここは城があるんですけれども、魔法使いの住処になっていると。で、ここには、永遠のランプという伝説の秘宝が眠っているということらしいです。Scary in terms of hits. こんな感じで敵は結構その魔法使いになんかちなんだようななんかランタン持ってる手みたいなのが出てきますけど、ここ自体は結構物理的なギミックが多くてね、こういうなんかトロッコというかレールの上走るトロッコとか、あとさっきのなんかスイッチ引いたら壁がせり出してくるみたいな、割と原始的な物理ギミックが多いですね。Yeah, we can do a few more donations here. Sure, I have $10 here from Tasiks.
はい、ここにまたチーズのかけら。3rd year SGDQ, 1st year donating. Keep up the great work and best of luck to all runners. あ、そうですね。毎回恒例ですけれども、あの、イエティというサイトでね、あの、T シャツ買うことができますんで。で、その売り上げは、まあ、寄付に回ると。あ、で、ここみたいに、あの、先にね、ギミック動かして、後から落ちてくる。From Talbiz. Hey, all really enjoying the run so far. Can't wait for Symphony of the Night. Greetings from Ireland, and I have great news about that challenge. このボスはここを目白にしているウィザード。こうなんか左右に分身した後、片方出てきて、このなんかちっちゃい竜巻みたいなやつとか、この雷みたいなやつで攻撃してくる。So now it will be changed to collect all relics, defeat all bosses, and save Richter.わざわざ2つに分身してるけど、その片方に実体化してからの攻撃モーションまでに時間があるから全然先行し放題みたいな。はい、で倒して永遠のランプをゲットと。はい、でここで、ウェビーちゃんっていう女の子がね、さらわれちゃうんですよ。ここでようやく マリオ要素が マリオ要素が出てくる。だからあれなんですよ、最初からさらわれただとちょっとありきたりだからね。かといって、その当初のそのなんかいろいろ物を財宝を探すだけだと、そのなんかお使い的な単調になってくるから、ここでこう変化球をつけてくるというね。これ、このなんかディズニーのうまいやり口ですね。で今言ってるステージは、地図のかけらを7つ集めるとこのスコットランドの地下にこの隠された秘宝が実は眠ってるんだっていうことで、まず一旦のさらわれちゃったんですけども、一回ちょっと放置して取りに行ってます。さらわれたからすぐ助けに行こうは、なんていうか、まあ、そうしたくなる気持ちはわかるけれども、まだ軽率だと。今、真に目指さなければいけないものは何かということをね、きちんと見極めた上で、まずは財宝を確保する。女の子財宝っていうね。すげえ、がめつい。がめついからこそ。金持ちなんだと。はい、でもこういったまあさっきと同じウィザードですね。このスコットランドのステージなので、そうさらったということは交渉の余地があるということですからね。これ殺されてるんだったらこれ特に殺されてますから。いやちょっと待てと。いや財宝つまりあの財宝持ってこいって言ってるわけですから、じゃあちょっと増やしておけばお前もうちょっともらえるよという交渉のテクニックですね。あ、ちょっと時間があれば財宝追加でプラス1持ってきてくれっていう。あ、でこいつがあのなんだっけ、途中出てきてたプリントハートグロムゴールっていう。で財宝渡すとこう突然変身して襲いかかってくるね、変なスライム状の敵になって襲いかかってくると。はい、でこれで倒してゲームエンドです。なんかこれ本体じゃなくてなんか D1000 とかいう、まあ、わかんない、なんか兵器みたいなロボットか何かわかんないですけど。でやけになってこうなったら船もろとも沈めてやるって言ってエンディングになって、秘宝が全部沈んじゃったよ。ここからちょっといい話になるんですよ。まあ、それは残念だけど、日本なんかよりも大事なものがあると。日本語だから、まあ、ここは、わかるのがいいですね。お前たちが宝物エンド。ワンピースかな？友達を思いやる友情と、いつの日も夢を追い続けることのできる純粋な心。純粋な心。ただね、これ秘宝はなんとね、この運転手を
ランチパッドが先に確保してくれていたっていう。やったー、無事だったんだ。これがあの真の、 あの7つの地図のかけらを集めて手に入れることができる隠された秘宝だったよっていう。で、これを手に入れてないと、さっきのその子供の方が、そういえば隠された秘宝って何だったんだろうねっていう感じで、まあ、バッドエンドじゃないけど、まあ、グッドエンド程度のやつ。これが、今見たのがトゥルーエンドっていう感じですね。はい。ということで、一番大事なのは、女の子がさらわれたからとは焦らずに、財宝確保しに行く、純粋なことですね。はい。ということで、ありがとうございました。またちょっと、次のゲームの。はい。ありがとうございました。少々お待ちください。はい。一旦、切りますね、これにてダックテイルズ2は、終了になります。続いてマーブルマッドネスになりますが、あ、開始まで少々お待ちくださいなど、まあ、裏方の作業があるので、すいません、ちょっと少し席を外します。